じゃあうっちよろしくお願いします。はい、ね、ありがとうございます。そしたらですね、2曲ね、ちょっと1曲はね、ちょっと今回のためにっていうところで、ね、ちょっと練習してきたんですよね。で、この歌からいきたいと思います。男の歌、風に向き合って骨身に削り生きてきた、守るべきもの立ち合いた、時にはくじけ涙してしがらみ捨てて決別をこの世心で決別とされの弱さがままならず、これがおいらの生き様だ、ならば生き恥さらしたまま
はい、どうもありがとうございます。ホタテの歌ね。これね、ちょっとね、ヒューテンさんに、これやるわって、ね、いうようなことをね、言うてもらったことがありましてね。著作権やねんけどね、あの、ピョーさんの方に、やっぱり、ピョーさんが言ってくれたんですけどね、ちょっと思い出しますけどね。はい。そういう。私、この男の歌は歌唱指導ないわ。バッチリ、父の歌みたい。歌詞飛ばすことかな。あったけど久しぶりにね、ちょっと歌うこの歌は、知れんわいや、それもだってこれ前もうやるわ、オリジナルねやるわ、言うたな言うたオリジナルで俺はねやるわ、あげて去年やったんやはい、わかりますはい、これねこれはね、ちょっとあの、ジンさんからねリクエストもらってまして、ね、この曲ね、ちょっと言い返してもらいたいと思いますまして、ね、恋と信じてってね、歌がありまして、これ当初はゆうてんさんがね、くみさんにね、この歌、これはまあ、みゆき関連かなっていうようなところで、これちょっと最初、くみさんね、練習ね、仕掛けたんですけど。くみちゃん、ゆうたんこれ、すぐ忘れますね。難しい。これ、結局ちょっと難しくなってしまって、僕はちょっとギター演奏やったんですけど、まだ僕ちょっと歌ってみようかなっていうところで、ちょっと。歌詞、チロちゃん。あ、ですよね。女性のね、あれかなと思ってね、あれなんですけど、ちょっと、これ、ゆうてんさんもね、歌ってはるんで、まあ、ゆうてんさんが歌ってもう男の歌みたいな感じで、わーっとこう言ってはったんですけど、まあ、女性のね、歌う歌かなとは思いながら、ちょっとこれをね、今回、挑戦したいなと思ってます。はい、声と信じて。たわいないこと後悔を繰り返しても寂しさに触れて恋人じゃなくあなたを求めた気の済むようにして欲しい疲れた午後の雨どんなに大切に思っても変われない
ば通り捨てられ一人きり怖くてそしてあなたに出会った私の強がりを微笑んで抱きしめた寂しさで溢れてる運命言われてるんですけども、中島みゆきさんの歌を歌うときは中島組で、まあ、ニューテンさんっていうかそれ以外はないと思うんですけどニューテンさんの歌を歌うときはあのマネコというマネコ、まあ、なんでマネコかあのちょっとここでは言えないので後で聞いてますはい、マネコそうそう言うてたよなちょっとねあのエロい話なんでね私の口からちょっとそうなんや太蔵さんに入ってもらって、ちょっとさっきゆうてんさん言ってはったアカンテレアカンタレアカンテレアカンテレの方なんかエロいな言い方がちょっとねエロエロになってきてもうねあの潮さんに感化されてエロくなりましたけどアカンタレ外伝のちょっとやってみたいなあまあ私はまた持ち歌というかゆうてさんの曲2曲今日のねあの峠とあの汚れ町2曲だけなんで、
がおしまいになってしまって、あとは皆さんの、歌を演奏を楽しみたいなと思います。ということで、はい、ゆうてんさんまだ どちらかに行かれてまたお手洗いでしょうかね。なぜ5分2回から you
まい。Thank you.